260万です。なんで売るの？え、だってもう全然乗らないんで。グレードが分かんないんですけども、200万とか200から300の間で売れとる。お前の段取り悪いけど、こんなんなるバカ野郎。おっとあ、すいません。いやいや、俺もじいちゃんから打ち合わせられて、まあ、じいちゃんまでとうぞって言うことはあいつらやっとった。本日ははい、何？みよちゃん、私の愛車プリウス。私の愛車、愛車、まあ、優しいよな、はい、俺もちゃんと洗車しとけ言ってたのよ。こうやって掃除までしたってよ。いや、したんですけど、うん、泥がついてるんですね。なんと車をもう売りたい。ないんじゃない。高く入れたら、いや、2年ぐらい乗ってますもん。2年乗ってます。いくらかった？260万です。260プリウス260万ね。2年、うん、2年になります。プリウスは何も死んだろ。行って全然乗ってないだろ。乗ってないですね。うちなんかです、会社の方ほとんどある。本当にここに置いてあるだけ。距離どれぐらい乗ったの？4万キロ乗ってるかなってぐらい。新車で買ったの？いや、1年経ったことだから、新車ではない。新古車みたいな感じ。メーターは全然行ってなかった。行ってなかった。あ、要は、あ、なんかそういうやつだよ。あ、私新車だけど。いや、でも言うて中古みたいな感じですよ。新古車じゃないですか、まだ。新古車だ。難しい。中古までは行かないから、新古車になるぐらい。だって乗った人はいないよ。いるいる、多分いると思うよ。何年売るの？え、だってもう全然乗らないんで。きっかけが、やっぱ車検とかも買うし、税金が払いに来た。そう、乗らないのに払いたくねえと思って。払いたくねえぞ。所有したらいいでしょ。払わなあかんから。そうそうそう。だから高いから。大きいよ。私何回か乗ったことあるんですけど、まだ新車の匂いするんですよ、なんか。あ、マジ？なんか匂いが乗った瞬間。それ言うんですよね。座ってみてください。座った瞬間なんか匂い、新車っぽい匂いしないです？あ、するする。しますよね。あ、本当に。これ匂いがちょっと映像に映んないからな。プリウスは欲しい人多いんじゃないですか、やっぱ店員。多いよな、別にな。乗りやすいですしね。うん、車と。1個あります。そうだ、タイヤ自体はあるけど、このカバーが1個自分で用意してくださいってやつね。そうです。もうなんか1回ぶつけたんだ。まあ、タイヤ変えるかですよね。新しいのも変えてもらえる。これ事故って何？ここが直したんだ。いや、そう、違うです。ここが作ってんです。ここがタイヤガリってやっちゃっただけ。あ、両方。そう、両方っていうか、ここは直してないの？ここはぐちゃぐちゃにならなかったの？ここは何もない、害なし。ね、事故修理歴はなし？なし。あ、修理歴ない。この車で事故ってる。アルファードお前ちょこちょこぶつけてるね。ぶつけてる。あ、そう。ネットでどれぐらいの値段になってたの？これネットで。でもグレードがわからんもんね。グレードがわかんないんですけども、200万とか200から300の間で売れとる。売れてますけどね。そんな高い。しかも今中古がめっちゃ売れるって言いますもんね。そうそうそう。今新車より中古の方が高い。中古の方が高いわけねえから。いや、そうなんです。なんで今もう、あ、もう入らない。新車がもう止まったりするんで、うん、ランクルとかもそうです、健康の。あ、ほんと900万で買って、今売り値がオークションで1400万で。マジ買うわ。これ一応10台ぐらい買うわ。だけど、まあ街であれ買えんとこだろ。買えんもんで、今で今なんかランクルとかなんかもあるでしょ。なんか買うときに売らないの約束で買わされるんでしょ。あの1年間の契約があるっす。1年間売ったらかみたいな。そういうらしいよ。安くても150とかじゃないですか。その多分ランクなんだろうけど、うん、色とかランクとかによってなんで、うん、色はパールだもんで多分高いと思う。いいね、色はね。ラメ入り。ラメ入り。なんでもそこお前なんか不良かお前。中のヤンキーか。中もちょっとラメに入ってるもん。は？黒のとこにラメとか。どこどこ？なんかこういうなんか。どう、それ純正で？パールホワイトいいな。純正で？どういうこと？こういうとこにラメとか。汚いもんね、わからんわ。もう本当だ。本当に汚いな。ナビ何なの？ナビいいやつください。10ぐらいあるんじゃない？結構大きいやつなんだ。まだ綺麗だぞ、これ。な、うん、全然綺麗、うん。いいよな。で、逆に自分のあれにカスタムしたい人とかだったらいいですね。ほら、そんないじってないんだ。あ、いじってないでな。うん、これからいじり自分用にカスタムしたいとか、うん、うんうんうん、あ、それいいかもしれない。おい、画角あれですか？もう意識しろや、もっとお前。こ
これはなんか YouTube で募集するんですか。そう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 、視聴者の皆さんの欲しい人、まあ、ネタもちょっと足りんし売りたいって言ったもんで。いくらで売りたい、ちなみに。いくらだったらもう絶対売るってないの、まあ、とりあえず値段見たいみたいな、まあ、そこあのだってミオの何インスタどうやって検索したら出てくるの。塗り替え30塗り替え30で出てくるの。あ、ミオとかで検索しても出るんだ。あ、出るかもしれない、カタカナで。ああ、まあでも塗り替え道場の何どっかで貼ってあるの。インスタあの YouTube の概要欄に貼ってないの。貼ってない貼ってないんだ、はい、なんか どっか貼っとけよ、まあ、概要欄かなんかに。で、まあ、そこには写真とかちょっと詳細載せとくもんで、うん、ね、令和6年4月じゃないですか。あと2年ですね。丸2年なんか最近4月取ったばっかなんだ。この前の4月だ。ほんで高いなって言ったんか、お前車検取ったばっかでまた税金来て、そうそう、どうちゃうこうちゃうとか。あなたたちってそれ当たり前なんだ。何したばっかりだと思って税金は来るな、まだそれ。だから車検の時に税金来るんじゃないの。いや自動車税は違う、また別。この5月6月か、あ、じゃあ4月5月で、うん、あ、そうなの。結構みんなプリウスだよな。リュウジもプリウスだったろ。もともとプリウスですもんね。でテラもプリウスだったろ。リュウジ君クラのプリウスでしたもん。あ、そうだよな。プリウス結構今乗るんだな、好きなんだな、やっぱみんなな。燃費がいいんで。燃費ですよね。あ、まあそうだよな。車にこだわりないと燃費のやつだって。営業所で使いたい人もいいですよね。だってあ、そうだよな。あ、そうだよな。今だって多いですよね、営業所で、うん、プリウスはほとんどプリウス。あのミオの写真付きにしようか。なんで。あ、いっぱい中にプリントプリント中にもう写真好き。ちょっとしかも怖くなります、ね。車乗ってそれがあるの怖いんだよ。水着。水着。水着はお前の水着は需要ないわ。水着とかじゃなくて顔も需要ないから。みおちゃんのナビ入れといてあげよう。ん？あ、家自宅入り。だけどあ本当売るときあれちゃんと履歴とか全部消しとかないやばいでな。救急車のやつも消さないといけない。何救急車です。なんか押したら救急車が来る。あ、月々3000円かなんかです。2年間無料かなんかじゃない。3年無料だろう。新車で買うと。違う。救急車のやつはずっとなんじゃない。そんないい車なの。いやもういや切れたらダメだよ。ネットね。そんな機能ついてる。切れるとかあるの。いやもう繋がらないんだよ。なんか上だよ。ここの上のボタン。そう。俺のやつも繋がらないはずよ。あれ押しても。オペレーターとかオペレーターと繋がれるの。それはない。それとそれは連動しとるもんで、結局ネットが繋がってないと使えんから救急車呼べんじゃん。ナビと全部連動しよう。そりゃそうだよね。そりゃそうだよね。必要がないときに押すもんじゃないからね。来るから走りながら来るじゃ追いかけ発行になっちゃうからね。ゼロ迷惑や。ゼロ迷惑です。そう押したことないよね。そんな問題。押したことがあったショート分かれた時に押したらよかったよ。分かりました。ショート分かれた時押したらよかったよ。もう緊急です。息ができないとか言って、私胸が苦しいって言えばよかったよ。いじられ放題だよ本当に。まだちょっとまだここは言ってしちゃうぞ。まだこれあの撮影段階でまだ3日ぐらい。2日今日水曜日木曜日3日ぐらいしか見れないんで。3日4日か。3日です。つら、うん、いな。まだねまだね一歩ぐらいしか上がってないのね。やっとちょっとなんかね1個だけ上がったのに。まやかしちゃったろう。でもこの2日が2日か。じゃあダリーそんなお前試写会だぞお前。普通だよお前。そんなことも静かに会社にはバレーより聞くのが普通だな。しおりみたいな。ダリはい、じゃあ視聴者の皆さん、まあちょっと本当に真剣にちょっと売りたいって言っとるんで、ドラレコもついてるし、あドラレコもね、うんうん、人生そういうのだけあの初期化してもらった方がいいと思うよ。履歴とか全部出ちゃうもんな。まあ署名みたいに出るんかな。どんなようわからんけど、そういうなんか買ったらちょっとこれいかんかったとかああいうのってどうなんだろうなと思って。でも釣り売りだともう現状渡しですよね。ああそういうこと。まあだけどまあできるだけ多めに写真撮って傷とかああいうのは。なんか細かい詳細はあれじゃないですか、みおちゃんのインスタに。点検記録簿とかのついてる、あの残してあるんですよね。ああそういうこと。まあでも車検取った時のなんか履歴とかも一緒に載せられていいかもしれないね。まあちょっとそういうのインスタに載せてますんで、ぜひあの概要欄に多分みおのね、はい、インスタ貼ってありますんで、ぜひもしよかったら興味があれば、はい、あの金額ね、もうあのいたずらとかそういうのはもうやめてくださいね。はい、うん、なんかもうそういうしょうもないことでしょうもない連絡しかやつがあるで、ただただ連絡が取りたいだけのために言ってくる。そうお前の車なんか買いたくねえとか入れてくれそうでいい値段がついたら、まあ、売りたいなって言ってるんで。で、まあ、ちょっとあれじゃない、車にもいくらぐらいになるって車検証とファックス1枚でやれるもんね。ざっくり見積もり出してもらうといいかもね、うん、でそれと自分の中で参考になるね。な車屋でこんだけなのにこれだけ値段つけてくれたっていうなら売りゃいいんじゃない。うんうん、そうですね。はい、じゃあ皆さん、はい、あ、イベント後、企画が7月14日、
オンラインセミナー、あ、小馬翔さん、ね、あのこちらもあの SNS で大成功してあの集客してる方と、あとあの足場の買い取り、まあ、これちあの車売り取りだけど足場の買い取りと、あの建設資材機材工具などもあの買い取りやろうかなと思って、またウェブページも何もできてないんですけど、ちょっとやってますんで、ぜひそちらの方の問い合わせっていうか、まあ、こんなん買ってくれるっていうのをぜひあの連絡ください、はい、よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね、バイバイ、バイバイ。